こんばんは。2024年8月2日金曜日。はい。東方清掃、皆さん、ありがとうございました。いやー、夢のような時間でした。こちら側も本当に楽しかった。本当に楽しかったです。お客様にもね、楽しんでいただけたと思っておりますが、やってる自分も本当に楽しかったな、あれは。戻りたい。まあ今日はね、東方清掃にも関わっていただいた方をゲストでお呼びしているので、そんな話もしていけたらいいなと思っております。はい、それではですね、まずこの番組はアガリスクモリエンテスラジオの中の一つ、古谷蓮のこうしちゃおれんです。古谷蓮がただただ人と話し成長するためのレベルアップバラエティ。放送は毎月第1金曜日22時から、第2金曜日は鹿島由紀子の01女子の鹿島市ラジオ、第3金曜日は矢吹富坂朝越のシチュエーションコメディスカッション、第4金曜日は不定期で榎並由紀のナウズプレイリストが配信されています。週替わりでメンバーが配信しているのでチェックお願いします。ということで早速始めていきたいと思います。お願いします。さあ、ということで始まりました古谷蓮のこうしちゃおれん、第18回目かな多分ねちょっとそこら辺は曖昧なんですけれども、はい、こんばんもよろしくお願いいたします。ということでですね、先ほども言わせていただきましたが、改めて東方清掃を見に来てくださった方、そして関わってくださった全ての皆様、本当にありがとうございました。本当に僕自身とても楽しくて幸せな時間で、でもね、これ多分役者あるあるなのかもしれないんですけれども、本番終わって数日で風邪ひきました。現在もうちょっと引きずっており、鼻声なのでちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、ご愛嬌でよろしくお願いいたします。何の情報なんだっていう話なんですけれども、まあね、そんなこと言ってもしょうがないので、早速、ちょっとゲストをね、お呼びして繋いでもらおうと思います。一人じゃどうしても無理なんで。はい、14歳から養成所に入り、演劇活動でいいのかな、まあお芝居を始め、その後の情報は教えてくれませんでした飯島貴弘さんです。はい、どうも飯島でーす。ね、多分俺のことを知らない人も多いんじゃないかな。もう誰だこいつみたいな感じですけど。いやでもね、いやだってこの間のね、東方清掃でもスタッフでね、はい、応援に来ていただいて、はい、役者じゃないからね、その時。まあまあまあね、まあ見に来た方は知らないけど、関係者の方は、ね、あ、そうですね、はい、アガリスクの方とか、はい、まあ、結構仲良くさせていただいててって感じですね。はい、はい、だって言うてね、俺と飯島さんが初めて知り合ったらもう何年前ですか、あれは。あれは、2019?8?8 か5年前じゃないぐらい。5年前か、もう5年も前。おぉ昔だねー。いや、あの頃、はい、レン君を初めて見たときに、こいつは30いってんのかどうなんだって思ってて。やばいよ。じゃあ今でさえね、もう分かってるから顔、うん、でも当時、うん、今ね、目の前のレン君は髪こそ長いんだけど、うん、ヒゲないんですよ、はいはい、で当時髪も長いけど、ヒゲね、ヒゲもあふげもあってこいつは俺より上なのかどっちなんだ。いやでも声の高さからしたら20代後半かんみたいな感じだった。マジで年齢分かんなくて、ちょっと聞いちゃったもんね。いや俺すいませんっつって、3いくつですかみたいな、3って言いかけて、いやちょっと申し訳ないなと思って、いくつですかって聞いたら全然分かってて、ああそうなんだって。だって当時24とかですからね。そうだね、初めてですよあんなこと言われたら。大体若く見られるから。いやまあだって当時飯島さんがおいくつですか、あんた。何年前だっけ。5年前。5年前あ、でも俺年齢非公開だよ。年齢非公開な、これマジだよ。そうこれ X でもたびたび言ってる。俺年齢がね、多分2、3年前ぐらいまで X でも書いてあったんだけど消したので、ツイートで一回年齢非公開ですって言ってて、自分のラジオでもたびたび言ってるんだよ。年齢非公開だけども、 X 遡ればわかるよっつって言ってる。年齢非公開にしよう俺。
本当にごめんなさい、これラジオじゃなくて二人っきりだけの会話だと思って言いますけど、うんうん、誰得なん？やっぱ年齢感じちゃうとさ、どんどん老けてきちゃうから、それはさ、その自分がさ、それを意識してればいいわけであってさ。いや、周りからもそうよ。俺はそうよ。周りからだって、やっぱり、いや、35ぐらいですか ?6 ぐらいですかとか言われたら、やっぱどんどん、その年齢になっていっちゃうからね。の割には、24の俺に30ですかって聞こうとしたってこと？で、あの頃は別に年齢非公開じゃない。あの時は年齢公表してた。あ、そうなんだ。そうそう。最近なんですかじゃあ。2、3年前ぐらいから年齢を伏せて活動してる。あ、全然知らなかった。そんなこと。年齢非公開にしようか、言ってない。飯島貴博がそんなことになってるなんて。誕生日だけ言ってるって感じがあるな。あ、そう、大変。あ、その月と日にちは。あ、なるほど。でもポロッと言っちゃうんだよ。なんか小学校6年生くらいの時にポケモンやってましたとか言っちゃうから、まあ、バレちゃう。でもそれはね、幅広いから別に。普通に俺の弟だって小学校6年生の時ポケモンやってたし、あのアニメ一番最初に見てたとかさ、ああなるほど ね, ね, なるほどね、アニメの一番の時にもう小学校でしたとか言っちゃうからバレちゃうんだけど、はい、あのはっきりは言ってない。あ、そうなんだ。はっきり言ってない。へえ。そのやっぱ老けたくないからっていう意味で、うん、その一心。あ、そうなんだ。老けたくないから。あ、なるほどね。そうそう、若作り頑張ってます。でも別に飯島さんが老けてるなって思ったこと一度もないですけどね。今なんだって。何が？老けてると思ってないからって油断していくと、うん、急に老けるんだわ。いや、それは。人間というのは。そうなの？急に。周りからのあれでそうなっちゃう。30超えてくると、30超えてくるって言っちゃったけど今。うん、30超えてくると。いや、いいでしょ。別に。もう、それはもういいでしょ。俺が今年30なんだから。いや、そうなんだよね。もう連休30なんだ。そうですよ。まあ5年ね、最初出会った時なんかね、もうまあ今もあんま変わんねえか。あの小僧感は変わんねえね。いやだってそうだよ、あそういざ生徒総会というね、あの作品でアガリスクエンターテインメント本公演ではないんですけれども、うん、富坂さんがあの外部でね、そうそうそう、やる東大シリーズの第3弾としてね、うんうん、そうですね、あの脚本演出でプロデュース公演として、演者は劇団員じゃない人たちをオーディションで集めたやつだよね。そう、20代ぐらいの子たちがバーって集まったのかな、多分。そうですね、うん、基本そうか、それぐらいだと思う、うん、俺は上の方だったけど、でも、うんうん、結構同い年もいたし、うん、俺もだからその時は中盤ぐらいだったのかな、うん、多分そのレイ君と同じぐらいの年上の子が多かったんじゃない。あ、だからエマスとかもね、そうだよね、それぐらいが多かったかな。うん、やってましたね。マジで文化祭だったな。うん、いやー、あの時もね、本当に、その、俺も当時はまだ劇団員じゃなかったから。そうだね。でなんなら、俺自身も富坂さんと一緒にやるのは初めてだったし、うん、で、まあそもそも俺と飯島さんもね、初めて。そう、そこで初めて会った、ね。出会って、うん。いや、でも、ね、出てた自分たちで言うのもあれだけど、最高でしたよね。出てた自分たちで言うね。最高でしたよね。いや、まあまあそうね、未だに思い出深いですよ。いいでしょ、いいと思うものはいいって。俺だって未だに玄関にみんなの集合写真飾ったの、はい、うわ、それはなんかエモいっす。飾ってある。俺集合写真あるかな。ある。いや、あれわざわざね、カメラにあのスマホにあったのをプリントアウトして。ああ、そういうこと、ね、飾ってあったりするんだけど。なるほどなるほど。あ、自分でプリントアウト。そうそう。あ、よかった、自分だけなんかもう捨ててるとかだった。大失礼やそれ。あとね、うん、ね、あの生徒総会その後ね、再演されて、再演もう半年後とかに再演されましたからね。そう、早かったね。早かった。俺は出てないんだけどね、あれね、うん、多分再演の方が多分知ってる人多いんじゃない。そうなの、河野大、まあ、河野大ダブルスって言って、その卒業式実行と一緒にやった、ね、あ、そうね、それはそうかもしれない。まあ見てる小屋の大きさがね違うから、そう、新宿ぐらいボス自体が全然違いますからね、うん、多分そっちの方が印象高いから、うん、あんまりね、そう、出てたんですかって言われるのよ、あの生徒総会、うん、結構好きな人は好きだから、はいはい、あ、出てました、え、村ライブ何の役ですかって言われて、僕出てないんですよ。すいません、村ライブの方じゃなくてマジで初演の方しか出てない。だって村ライブの時はね、すでにその時もあの裏方としてお手伝いしてくれた、スタッフでいたね、うん、初演はあのね、あのいざ生徒総会っていうのは1話2話3話4話5話
というオムニバス、オムニバスというか、そうそう、一応オムニバスで、まあ一応オムニバスだね。で5話でなんかアベンジャーズみたいな、そう、全員集結みたいな、1話から4話までの出演者たちが全員集結するっていうお話だったんですけど、うん、俺は1話に出てって、うん、飯島さんは3話に出てたんですね。そうそうそう、3話で、3話に出てくる、あそこの部屋が監査っていう、はいはい、分監査員っていう子たちと生徒会の子たちが使ってる部屋が、うんうん、はい、生徒会室、あのね、そう、3話は生徒会室っていうのが舞台なんだけど、はい、そこにいる、3年生で、いや、監査ってのはさ、そういうことじゃなくてさ、いや、お前こうやってやる、こういう風なことが監査なんだよって言ってくる、口出してくる何にも関係ないやつをやってて。で、あれなんか、なんかあれなんだってね、富坂さんの、当時の富坂さんの位置なんだってね。まあ、だから、富坂作品っていうか、コーナー内シリーズには何人も富坂さんがいる。なんか、生徒総会に関してはあそこらしいね。だからそう、あれだったんだなと、終わった後に聞いたから俺はそうなんだと思ってたけど、いやでも本当ね、あのいざ生徒総会は楽しかったですよね。楽しかったね、なんだろう、青春してた、うん、なんか本当に文化祭みたいな、ね、文化祭みたいだった。だって文化祭準備してる時の学生の気分を、うん、そうそうそう、もう一度味わえたというか、だって使ってる小道具とかポスターとか自分たちで書いてるからね、あれ確かにね。だしな、うん、なんかもう学生服着させてもらって、うん、だし今だから言えるけどね、うん、あん時も脚本が遅くてね。何せこれ言っていいのかな、うん、大丈夫でしょ、何せだって下年当日に完成したから、あ、それは言っちゃダメだよ。なんか嘘だ。ダメか、いやもうあるし、だってほんと稽古中にね、ちょっとガス行って脚本書いてきますって言って、何時に戻ってきますって言ったら2時間も3時間も戻ってこないんだから。自主稽古、自主稽古、自主稽古するしかない。何するっつって言ってたら戻ってこないって、もうその感じがマジで学生だったからね、うん、でもね、まあそれも相まって一体感もあったんですけど、頑張らないとっていう。だから僕14歳からお芝居やって、うん、まあ、その14歳から21ぐらいまでは、はい、あのテレビ関係、映像関係の仕事やってたからあれだけど、その後舞台やってるから、あの、まあ、もうかれこれ何年もやってるんだけど、はい、その中でも随一のチームワークの良さだった気がする。うん、確かに確かに、生徒総会が結構、それは、うん、そうだな、俺もそう感じるな、うん、で、まあ、いろいろ話し合いもしたしね、みんなで。劇団員さんもだっていなかったわけじゃないですか。そう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 、で全員ね、あの、うん、オーディションとかで選ばれて、うん、初めましてが多かったから、ね、そう、ほぼっていうか俺なんか本当に誰も知らなかったから。そうだよね、デン君はそうかもしれない。そう、俺は何人かその知り合いがいたから。そうね、うん、そのだから知り合い、全員が知り合いってわけじゃないけど、うん、誰と誰は知り合いとかそういうのはありましたね。そうそうそう、そういうのあってね。でもなんか俺当時、うん、だから所属してた養成所かなんかを辞めて、はいはいはい、一発目に外部でオーディションを受けたのがあのいざ生徒総会のオーディションだったんですよ。そうなの。そう、そのいざのオーディションを受ける前に、うん、知り合いの役者、仲いい役者に、はいはいはい、あのちょっと面白い舞台あるから見に行こうよって誘われたのが、うん、みんなの部屋会、はいはいはい、だったんですよね。あったあったあった、はい、でみんなの部屋会を見に行って、あ面白いなと思って、うん、そしたらまたその仲いい役者が、うん、あそこがなんか次新作でオーディションやるらしいよって、で俺も何の気なしに OK 行ってくるわって受けてみるわって、それで受けたら、うん、まあね、なんとか合格できて、うん、でやってみたら面白い、面白い、いや面白かったね、もう本当にね、うん、なんか自分の所属してる団体の脚本家こんな言うのはちょっと恥ずかしいですけれども、うん、本当にあの時ね、稲妻落ちました、ね、面白いな。そうなんだよね、うん、俺もそうで、あと、はい、生徒総会の前に、はい、そのお世話になってたところがあって、そこのワークショップに富坂さんが来たのよ、はいはい、あ、そうなんだ。俺知らなかったの、富坂さんって、はいはい、アガリスクエンターテイメントなんとなく耳に入ってたけど、だけど、うん、あんまり知らなかったから。そう、え、じゃあいざ生徒総会をやる前は見たことなかったんですか。全くなかった。あ、そうなんだ。で、それでそのワークショップでやったテキストが笑いの太刀だったの。へえ。で、その字面で読むじゃん。
字面の時点で、はい、やべえ、これがコメディやと思って、俺が求めてたコメディや、これや、と思って。そうなんだ。それまで、その友達にね、誘われて見に行って、コメディだから今回面白いよ、はいはい、笑えるよって言って見に行くんだけど、うん、俺の好みのコメディではなくて、ずっと。なんかその、まあ、一発ギャグで笑わせたりとか、はいはいはい、なんかその、俺が好きなってシチュエーションとか、会話で笑わせるっていうのが好きだったから、うん、それじゃねえんだよなと思ってたところに、富坂さんの笑いの太字っていうのを初めて見たときに、はい、衝撃走って、これだ俺やりたかったなと思って、めちゃくちゃ面白くて、そのワークショップが。で、来年の1月に、再演なんですけど、本公演あるんで、もしよかったら、つって言って行ったのが、我が家。そうなんだ。我が家の最終的解決を初めて見て、恵比寿の栄光劇場で、はいはい、初めて見て、もうそこでも感動しちゃった、これ。それいざの前ですよね。いざの前。ああ、そうなんだ。感動しちゃって、あ、もう絶対この人の作品出たいってなった時に、生徒総会ってやるよっていうので、はいはい、絶対にオーディション受けますって言って、受けて、そしたらたまたま受かって、はい、うん、それで、なんか出させて、そっからずっと関わりがあるって感じ。あ、そうだったんだ。なんかもっとずっと古い時から知ってなかったんですか。ないそう、だから同じぐらいのタイミングで。いや、だって上がりすくわいがすごいじゃないですか。だからそっときにもう我が家見て初めて衝撃を受けて、うん、そっから感激三昧入ってほぼ全部見て。おお、ほらすごいもんね。そうで、もうそっからだから初めてそっから内見見てとか、この大シリーズ。あ、そうか、内見の方が後だったんだ。そう、卒業式実行とかも見て、他の作品も見させていただいて、で、オーディション受けて受かって、みたいな、はいはい。だからやっぱそれまで、ちょこちょこさ、その、生徒総会の初演のさ、稽古にさ、朝越さんとかさ、翼さんが来てたじゃん。もうちょっと、俺的にはよ、みんな的にはさ、まあ、上がりすくる人だ、っていう感じだったじゃん。俺、もう芸能人が来たぐらいの緊張感だったから、一人だけ。喋れないわけよ。で、浅草さんとか、津田さんに褒めてもらって、なんかもうちょっと本当、もう何にも言えない気持ちになっちゃって、とかはあった。崇拝しすぎでしょ。今でこそね、一緒にね、ご飯行ったりとか、させてもらって、ああ、まあね、はいはい、結構仲良くさせてもらってるから、皆さんと。今はもうそんなことないんだけど。まあでもそっか、憧れの団体でそこに出てる劇団員の人たちとかってなったら、そっか。俺だって、いざ生徒総会を出た時も、本公演一回も見たことなかったから、なんか、誰あれぐらいにしか思ってない。稽古場に急に現れた知らない人みたいな。言うて俺だって本公演って我が家しか見てないんだよ。だけど、もうなんか、感激三昧で見てるから、もう映像の中の人から俺の中で芸能人と一緒になるよ、うんうん。だからやっぱり、前田さんとか、津田さんとか来た時にもう、あ、やべえ。我が家の人だ。アガリスクの人や。なっちゃってて。未だにだって、えなみさんって多分、年下だと思うんだけど、えなみさんだし、敬語だもん。もう崇拝するうちの一人だ。やっぱメンバーの人が。で、じゃあなんでレン君のことを思ってないかって言ったら、レン君だって後から入ってきてるから。の自分の方が先輩だみたいな。仲良くなってから入ってきてるから、別に、レン君がアガリスクに入ったところで、別になんか緊張はしないよねっていう感じなの。まあ、緊張されても困るけど。で、だから、富坂さんは、要は脚本演出の方だから、緊張はしなかったね、最初から。ああ、なるほどね。演者の人たちの方が、やばかった、本当に。初めて会った時は。だ前田さんと初めて飲み行きますってなった時は、俺全然喋らなかったもん、最初。前半、最初の1時間くらいはマジで話聞いてるだけだった。本当に芸能人じゃん。なんかだから、だがんだよね。憧れのスイッチが入ると緊張も一緒にスイッチバチって上がっちゃうからダメなの。面白いな。接しながらちゃうよ。だからそう かしこまっちゃう。だから本当に桜井翔とか嵐の人と会ってる感覚なんで。嵐とアガリスク劇団員イコールなの。一緒位置一緒。それは嵐の方々に。だから俺からしたらね、アガリスクを愛してくれてるということで。ドームでやってると一緒だから。はいはい。そんな愛してるアガリスクが今回ね、東本戦争という作品をやって、素晴らしいから。今までにない箱のサイズでできたわけじゃないですか。うんうん、そこにも応援に来てくださって。ああ、そうですね。それをこう間近で見た、うん、多分俺が思ってるのと飯島さんが思ってるのって全く別物じゃないですか。そうだね。一応俺はもう中で、やってる人と、しかも出演者だしね。そうそう、うん。じゃないところから客観的に見た、アガリスク好きな人としては、
どう、まあどう見えるって言ったら難しいけど、うん、まあ単純に俺はもう一個人役者としてそもそもね、まあ箱のサイズだけじゃないけど、うんうん、大事なのはね、うん、そこではないけど、でも単純にやっぱ嬉しいじゃないですか、うんうん、今までやってきたのよりもスケールがもう違うから、うん、っていうやっぱ感動もあったし、はい、まあそれ以上にやっぱりご一緒させていただいた鈴木保奈美さんとか、うんうんうん、相島和之さん、佐藤美作さん、うん、寺西拓人とか、あ、呼び捨てしちゃダメだな。まあまあ、なんかいいんだもんね。タク。よりじゃん。よりせ、なんか誰々しくなっちゃう。寺西拓人くんとかね、うん。もう一緒にさせてもらって、もう本当に刺激がすごかったんですよ。はいはいはい。こう。いや、そりゃそうでしょ。なんか本当にもう、そりゃそうだよね、刺激的な時間で、すごい自分、まあ、上がりつくとしてももちろんだし、うん、個人として本当に素敵な時間を過ごさせてもらったなって思って、うんうん、で単純にそれを作品を見た、うん、そしてああいうところでやってる、うん、一上がりつくファンとしてはどういう風に映るのかなと思って、うん、いやなんか来たなと思ったやっぱ何が三越劇場に来たな上がりつくなと思ってなんかその一応そのね主演の方は鈴木保奈美さんでとかね、はい、まあ周りを固めてる夫人じゃない、うん、だけど上がりすくやんって幕が上がった時に思って、うんうん、そのゲネ見させてもらったから、はい、結構いい席で見せてもらった。あ、そうなんですね。そう、すげえ前の方で見させてもらって、はい、うん、ちゃんと上がりすくなんだけど、なんだけどメディアの匂いがするというか、それいい意味でね、うん、メディアぽ、うん、さもあって、はい、これアガリスクもっとでかいとこでやるんじゃねって思って、あ、いうのを思いながら見てたから、なんかすごい誇らしくもあり、うん、ちょっと、あ、遠くに行くなーって思える切なさもありみたいな。遠くに行くってことはないと思うけど。でもなんか、うん、そう、なんだろう、おこがましいかもしれないけど嬉しかったですね。見てて、うん、まあでもそうですよね。その前からアガリスクを知ってて、うん、で俺も。その例えば自分の好きな団体とか、うんうん、好きなグループとかがそうなったら、まあ、おこがましいけど嬉しいって思うと思いますもん、うん、もちろん嬉しかったし、これからも応援しようって思った。ああ、うわ、本当嬉しいよ。本当に飯島さんにいつも助けられてますから、ね、あとはもうだから もっともっと有名になって、アガリスクの名前がわーって知れ渡ったら自慢しようって思った。何を自慢。いや、俺この人たちの見たことある。俺手伝ってますよ、連絡先知ってますよ。ちっさ。自慢の自分がそこの位置に行くじゃなくて、まずはちっさ、まずは自慢する。あ、レン君終了っす。あいつ俺の後輩っすからね。家行ったことありますよ。家来たことあるし、家食ったことあります。あいついいやつね。ちっせえな。自慢のやらんけど、でも自慢にはなるよね。まあ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 、うん、思う、本当に。あとは個人的にはそのアフタートークをたまたま見させてもらって、その場内係やってて、はいはい、場内でそのね、アフタートーク途中でちょっともう時間で出られる方もいるかもしれないから、はいはいはい、場内で見てください、はい、ってくださいっつって場内で見させてもらったの。古谷蓮がね、古谷蓮してたよ。いやいや、あれは俺もちっちゃく拍手したわ。よっよっと思って、やったね、かましたねと思って。あれは本当に未だによくわからない、俺自身は。じゃあ、あれはでも、あの挨拶はやろうと思ってたろ。いや、もう、あの挨拶ってのは、レン君出てきた時に、はい、東方戦争主演のって言ってたけど、主演の古谷蓮ですって、あのもう超満員の関係者もいる、そして前にはもう同窓たるメンツの役者陣がいての中で、あれ言うって、俺すげえなと思ったもん。言ったらまだね、レン君もさ、まだそのバーンと売れてるわけじゃないじゃん。それで多分レン君を知ってる人は少ないわけだから。まあ、その一人とっていないでしょう、ね。見た後だったから、はい、あの役の子ねとはなったかもしれないけど、はいはいはい、中で鋼のメンタルやなと思いながら、俺もちっちゃく拍手しちゃった。いや、言ったっね、いや、だってその逆にね、だって誰も知らない人を急に、うん、まあタクの優しさでね、呼び込んでくれて。それはね、ウェットに、ウェットじゃない、ウィットに飛んだことをね、うん、言わないといけないじゃないですか。なるほどね。
いや、すごかった。ちゃんと受けてたし。いや、俺もね、でもびっくりした、自分でも。あ、そんな受けるかな。いやいや、あ、でも逆にあれぐらい受けなかったら、本当に地獄だったと思う。一か八かだったなと思いながら。いや、だから賭けでしたよ、本当に。でも、すげえ面白かった、ね。まあ、シーンになったらシーンになったで、もう、あとはもう、ね、お願いします。そうだ。いや、ね、それもあともう責任取ってください、皆さん。だああいうのも見てて、あ、やっぱなんかね、掴んでいく集団ですね、って。面白かったっすね。いや、もね、言ったらすぐにタクが、おいおいおいって突っ込んでくれたから、なんとかなったし、だから受けたっていうのもあったと思うし。そうかね。あれがなかったら地獄でしたよ、もうすぐ、もうすぐいなくなってました、お疲れ様です。お疲れ様でした。それもそれでも悪いけど、感謝。あ、お呼びでないようなのですって。いや、でも本当にね、ありがたいことに。面白かったっす。なぜかアフタートークに僕も出させていただいて。うん。いや、だから、アフタートーク、まあ、初めてではないか、俺自身。うん、初めてではないけど、なんか、あえてちゃんとお話をさせてもらったのは久しぶりだったし、うんうんうん、本当に楽しかったし、嬉しかったですね、あれは。アフタートークというと、はい。ちょっと東方戦争の話じゃないんだけど、はい。僕の月は汚い。ああ、はい。見に行かせて僕の主演映画ですね。はい。そう、レン君の主演映画も見に行かせていただいて。ありがとうございます。たまたまその日アフタートークの日だったのかな。毎日やってた。毎日やってた。毎日やってたのそう。で、レン君が登壇してて、あの時に、髪型とか、髭生えてたか。はいはい、生えてました。生えてるのもあって、撮影後の俳優って感じしてて、よく見るやつ。テレビでさ。山田孝之とかもすごいじゃん。あんな感じだった。ちょっと気取っちゃってた。すげえ面白かった。うわ、俳優だった。舞台役者じゃなくて俳優になってる。違う違う。あれもね、まあ、6月15日から、うん、上映させてもらってたんですけど、うん、もう東方戦争の稽古が始まってたから。ああ。で、だからそれもあって、髭とか髪はそのまんまにしてた。ああ、そういうことなんだ。そうなんです。あ、なんか俳優スイッチ入っちゃってる。違う違う違う、その勘違いしたわけじゃない。俳優スイッチ入れてらっしゃる。いや、勘違いとか言ったらまた変なことになっちゃうけど、違う違う違う。俺がね、やろうと思ってやったわけではない。あ、違う。そう、稽古とね。別にいいんじゃない。昼稽古行って夜は、アフタートークっていうのをずっと回してたから。いいと思うよ、映像となんか違うんですよ、みたいな。もう撮影期間経って、僕は今こういう感じですよ。違う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 。違う、そういうことではないんですよ。気のせいね。絶対そう思われてるよな。いやね、ちょっとね、あったよ。絶対そう思われてる。これどっちなんだろうと思いながら。だからスタッフさんとかにも久々に会ったりするわけじゃないですか。うん、もう会った瞬間に、うぅ。なんか髪伸ばしちゃってるねみたいな。いじられてるし。ね、なんか喋るとこに、あ、そうですね、フリーありがとうございます。そんな感じじゃないですよ、もう。あ、今回の作品はね、やめて、やめて、そんなんじゃな。いや、おもろかったな、どっちも。だから、なんかああいうところでもちゃんとね、自分らしく入れるよね。あなたね。まあ、で、まあ、その、僕の月は汚いっていうね、映画が、まあそういうことを言ってる、伝えてる映画でもあるので、その自分らしく、おもろかったっすね。自分らしさを、みたいな、ありがとうございます。どっちも面白かったっす、本当に。ね、あの時も、ね、忙しかっただろうに、ああ、まあバタバタはしてる。時間を割いて見に来てくださって。いえいえいえ、楽しいものは見に行きますので。ありがとうございます。飯島さんはなんか今後出演の予定とかはないですか？出演は今んところないですね。まあ自分がやってる YouTube がずっと。あ、そっか、YouTube？ YouTube というか、まあ、YouTuber ではないけど、そのゲーム実況とか、ラジオとか。そう、ゲーム実況やってますよね。ゲーム実況やってる。あれ、なんのゲームやってるんでしたっけ？今は、テイルズ・オブ・アライズっていう、その、テイルズ・オブ・シリーズっていうね、はいはいはい、バンダイナムコが出してるシリーズがあるんで、はいはい、それのゲームの、最新作かな、はい、をやらせていただいてて、その前はね、ドラゴンクエストとかです。おお、まあどっちも俺もやってるんですけど、ワンツースリーをやった。あとあれか、イレブンもやったか。はいはいはい、はい、まあ、イレブンやってからワンツースリーやったから俺。すごい入り方だよ、ね。これだからそう、知ってる人だと意味わかんないんだよね。俺も知らない。いや、まあでもそういう人いっぱいいると思いますよ。知らない。イレブン初めてでみたいな。そうそう、テイルズのそのシリーズっていうのがいっぱいあるんだけど。はい、どれも、繋がってないのよ、お話がね。はい、だから、そうですね。そういう感じだと思ってて、ドラゴンクエストも、ナンバリングがあるにして。違うんですよ、ね。実はね、繋がりがあったらしいね。本当は1、2、3やってから11やんなきゃいけなかったんだよ。うん。まあでも、全然いっぱいいると思います、本当。11やってから1、2、3やったっていう人。いや、おすすめですよ、11。面白いから。あ、11全クリしたんでしたっけ？うん、やった。全部やった。え、裏ボスまで？
うん、ラボスって、うん、やった。新ボスまで。ああ、そうなんだ。全部やった。あれは大傑作ですからね。でも、11S やった人はわかると思うけどね。はい。ネタバレですけど、今から話そうだ、はい。で、最後エンディングバーってやった時に、はい、1の主人公出てくるじゃん。はい。俺知らないか、こいつ誰だっつって。あれでしょ、最後のムービーで、てててーす。崖でこうやってやってる。あれ、ワンの主人公。で、その後に、最後、起きなさい。かわいい私の方やってあるじゃん。はいはい、俺、あれ、ワンのオープニングだと勘違いしてるわ。台無し。すごい。まあでもそうなるよな、ワンとすぐやったことなかったら。全然知らなかった。なんか見たことあるっつって全部ワンだと思う。俺もドラクエ大好きなのに、2と3はまあまだやってないからまだ全然にわかなんですけど、うん、それ以外はほぼやってるんですけど、うん、でもその情報は知ってた。あれが3の冒頭だって。だからやったことないけど鳥肌立ったし、あ、そういうことになるんだみたいな。すごいよ。だってエンディングでもう泣くぐらい感動してんのに、最後の方わけわかってないんだから。あの実況最後のパートだけでも見るとね、こいつやべえなと思われた。いやでもドラクエ11良かったですよ。いや面白かったね、うん、俺もうナンバリングほぼやってるけど、11は本当に良かった。なんかいろんなね、他のナンバリングのオマージュもあるもんね、はい、あれね。だしね、やっぱそ全く分かんなかったな。そうラジオで何度も言ってるんですけど、もう11ね本当に大好きな名台詞があって、うん、海底王国ムーレアが襲われた時に、はい、勇者を逃がすために、はい、行きなさいみたいな。ああ、あるね。で最後に言う言葉が勇者とはみたいな。はいはいはい。最後まで決して諦めないもののことです。ああ、あった気がする。あれがね、もう自分の中でズシーンってきてめちゃくちゃ刺さったんですよ。そうなの。もうだって勇者になりたくて修行行った男なんで。ああ、ああ、ああ。はあ、なんか、はあ、急になんかスーって引いちゃった。なんでだよ。勇者になりたくて修行行ったの。だって勇者って僧侶じゃん。だっていやいや、だってイレブンの勇者だってさ、修行してたじゃん。じゃあそうだけど、そうかもしんないけど、寺でじゃん、寺でしょ。どっちかっていうとイレブンも寺だったじゃん。じゃあまあそうか、 G だったね。そうそういえば、ね、だ日本でこの現実世界で現実的に修行って考えたのも寺じゃないですか。ああ、なるほどね。いやドラクエはね、いやでも本当いいですよ、少年心をね。でも2、3やってないんでしょ。でも俺もう 4からほぼやってるもん。あ、そうなんだ。もう4、5、6、7、8、9で10抜いて11。ああ、俺この後あとこの後4やるんすよ、実況。そうなんだ。もうその予定があって、はいはいはい、そう今からね楽しみなんですけど、4、5、6が繋がってんだよね、お話がね。確かで7、8、9も繋がってるの。そうだ、ん、いや繋がってないです。あ、それは繋がってないんだ。一応ね、わかんない、もしかしたらお俺らの中では繋がってないと思ってるけど、うん、もしかしたら11でああなったようにどっかで大どんでん返しが来て繋がってるっていうあれがあるかもしれない。ユージホリーが考えてんの。12で。まあだとしたらすごいけどね。そしてね、3が今年リメイクされるじゃないですか。ああ、 2DHD がね、もう俺それが楽しみすぎて。そうね、俺もあれは忍耐見てて、来たー、でもどうせ発売日2025年春とかなんでしょと思ってて、そしたらね、ちゃんと今年の11月出ます。早かったなと思って、その3が、うん、まあ、ただ制作開始ってなってから2年ぐらい情報なかったんですけど。あ、まあそうだね、ずっと作ってたなって、うん、ね、でもあれだよね、1&2 もね、やるんだもんね。しかもでもなんだか俺そのためだけにもう PS5 を買おうとしてますもん今。え、でもあれスイッチでしょ。いやだから スイッチ、任天堂はスイッチで、うん、だから PSK っていうか PS4 では出ないから。ああ、そういうことか。 PS5 でしか出るかもしれないから、ね、今のところね、情報出てるのは。なるほどね、うん、いやー、そうね。え、でもあれだよね、3やってないんだよね、オリジナルの方は。そうだから、やろうと思ったんだけど、もうだから2年前とかにリメイクの話出てたから、あ、じゃあもうそれ待とうって思ったらもう2年経っちゃったって。あ、じゃあなんかネタバレしない方がいいんだね。え、何。いや俺3、そうやったのか。そう、3やってんだけど、3のエンディング納得いってないの。ああ、でもまあっていうかだいぶ変わると思います、うん、だから変えてほしいの、うんうん、ちょっと本当に変えてほしいの。
1楽しくて2楽しくて3楽しかったんだけど、最後の最後ちょっと納得いかなすぎて、あ、そうなんだ、これをどうにかしてくれホリーと思ってそこのそこら辺の改変も来るんじゃないですか。そうだよね、してほしいな、うん、だって救いがねえんだもん主人公にあのエンディングはそこら辺の改変も踏まえて、うん、リメイクなんだと思います、ね、今回。でも楽しみでしょうがない。そうだね、ドラクエはね。他になんか注目してるゲームある？メタファーですよ。メタファー？メタファー、リファンタジオ。知らない。え？わかんないんだけど。あと、アトラスですよ。ペルソナ5。ああ、はいはいはい。作ったあの。何の話してんだろう、アトラスの新作ですよ。はい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 。だペルソナはね、結構、なんて、リアルな世界と、うん、まあ、なんていうの、まあ、実際あるね。そう。なんか、吉祥寺とかね。そう、男子高校生で、三軒茶屋の方とかね。とかだったのが今度一変してもうファンタジーを融合したような、うーん、ペルソナシリーズの、うん、そのゲーム形態みたいのを引き継ぎつつも、あ、そうなんだ、その話の内容としては今までにないファンタジーな感じで新作を出すので、ね、ペルソナシリーズとはまた違う。へー、全然覚えてないわ。ただねシステムは引き継いでるからもう絶対面白いんですよもう絶対面白いの。そうね、あ、俺ゲーム最近そのなんだろう、今実況してるやつ以外やってないからな。ああ、うん、まあ俺も全然やってないですからね。アライズはまあ今やってるけど、今やってるね。俺が今ネタバレしようとしたらすっごい怒るから怒るっていうか泣いちゃうから今俺それねゲーム実況中だけど、はいはい、収録自体もう終わってあるから。ああ、そうか、そうクリアして終わってるから今編集中なんだけど、そう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 、テイルズアライズおすすめっすよ皆さん。いやもうぜひやってください。俺もまだ全クリしてないけどめちゃくちゃ面白い。面白い。あ、なんかごめんなさい、演劇の話から急にゲームの話全然関係ない話いやでもゲームの話でもいいんですよ別に。なんで怒ってんのよ。いいんですよ別に俺別に何も言ってない。何話したっていいだろうがよ。ね、リスナーに怒ってんので誰にも怒ってない。虚空に向かって言ってる。めんどくさ。そうね、ゲームは楽しいですからね。はい、そんな、こんなで、そんな話をしたらもうお時間がそろそろ。お時間ですか？来てしまいました。はい。なんかその、まあ、YouTube の他にも、告知することがもしあれば。あ、ないです。アガリスクエンターテインメント、これからもよろしくお願いします、ね。ありがとうございます。劇団員以上に。なんか宣伝隊長みたいな。で、その YouTube の詳細みたいな。YouTube の詳細。ただいま本番中というチャンネルでですね。まあ、ラジオはちょっと最近更新してないですけど、はいはい、ゲーム実況が定期的に、あ、まあ、2日に一遍とか3日に一遍ぐらい。あ、すごい頻度でやってるんで。そうそうそう、全然、そんぐらいで。すごいな、更新してて。なんか、結構ね、ドラクエやったりとか、あとはバイオハザードやったりとか、ファイナルファンタジー7のリメイクの実況もあったりもするので。じゃあもう今、ラジオよりゲーム実況がメイン。かも。で、それ以外もラジオもね、楽しい会話とかしてるので、はい、もしよかったらお聞きくださいませ。はい。はい、お願いします。チャンネル登録、高評価、お願いします！ YouTuber っぽいね。出た。YouTuber っぽいやつ。YouTuber っぽいやつ。じゃあ、このフレアレンの講師は俺も、なんだっけ、慣れてないもん。チャンネル？チャンネル登録。チャンネル登録。高評価。高評価。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますよ。別に最後説明されなくてもよかった。しかも決まってないの、別に。しかも俺のチャンネルでもねえし。間違いない。ガリスのチャンネルだろ、これ。はい、そんなこんなでね、はい、はい、お時間やってもらいました。今日はありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。面白い。なんかね、ちゃんとこうやってね、話すのも、久々っちゃ久々ですね。まあ、そうだね。その、ちょこちょこ会ってはいたけど。うん、ちょこちょこ会ってはいたけど。いや、本当に良かったですよ。なんかゲームの話もできてね。そうね、前、演劇の話から急にゲームの話。お互いゲーム好きだから。そうね。前もね、一緒にずっと、アプリの、なんだっけ、第五人格。やってたわ。通話しながらやってたもんね。だって、もう夜中の12時から朝の5時ぐらいまでさ。部活だったよ。そんなやってたっけ？やってた。だって、レン君から、電話が来て、グループ LINE で電話来て、やるよもしもしじゃないの。やるよーから始まる。やべえな、こいつ。俺とエマスは。傲慢なやつだな。自分のタイミングで部員ね、幽霊部員一人いて、あとエマスと俺が4人はい、今日も楽しい配信ラジオありがとうございました。これお客さんが言うやつか、
お客さんというかリスちょっといいよもういいんだよもう自分で言って自分で作っちゃってから終わんないのよ永遠とループなのよもう笑い情報だからさいいよはい、ということで、はい、本当に、はい、そろそろ終わりにしたいと思います。はい、東音清掃も本当に見に来てくださった皆様本当にありがとうございました。僕たちも本当に楽しい時間を過ごすことができました。アガリスクエンターテインメントのね今後の活動はちょっとまだね今のところこういったことをやるっていうあれはないので、まあそのうちでも発表することが出てくるとも思うので、ぜひぜひチェックの方を忘れずに、アガリスクエンターテインメントの存在を忘れずに、どうか皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということでフレアレンの校舎俺はここらで終わりにしたいと思います。また来月お会いしましょう。ありがとうございました。バイ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 。